Once upon a time, there was a happily married couple. 笑っかーい！なんかファウミャンもちょっと。せーの。What's up, guys? Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. 今からマタニティフォトできます。はい。なんかね、韓国だと、通ってる産婦人科と、連携してて、スタジオ撮影が行われてるんだけど、だから臨月に撮るマタニティフォトっていうのは無料みたいなんだよね。まあ行かないと分かんないんだけど、騙されるかも分かんない。まあ、できます。はい、バイバイ。 See you。 到着しました。皆さん撮影終わって、今ご飯食べに来ました。大変だったね。じゃあ小学校から来てるとこなんだよね。前の彼女と小学校の彼女と来たよ。2人でチャムシー食べましたよ、2人で。うん、やば、女子。そう、すごい早かった。お前も女子か。メキメキ。メキメキ。メキメキ。What？ 近い。おお、What？ どう？楽しい。よかったね。やべ。今日ね、インフルエンザの予防注射も受けてきました。みんなも受けてね。それでは、今すんちゃんはまだ車洗ってて、でまだ下にいるから、今のうちにご飯作っとこうかなと思います。なんかさ、今日産婦人科で予防注射をねしてきたんだけど、やっぱ今日か明日まではちょっと風邪っぽい感じになるかもしれないから、無理はしないでねってことだったんだけど、まあ、無理はしてなくて、今日お昼寝もね車の中でして、でもやっぱりなんか気持ち悪くて、さっきケロッとしてしまいました。もう難しいね、妊娠は。ということで今日使っていくのは、じゃじゃん、チンゲン菜と、あとナスちゃんです。で、これで、あと玉ねぎ入れてオイスターソースで炒めていくっていう簡単野菜炒めをしようと思います。やっていきます。まずナスを洗います。チンゲン菜を洗っていきます。すんちゃん帰ってきた。チンゲン菜はちっちゃくなるから多めに使います。Hi guys! あ、すごい。こんなにアップだと思う。Happy cheese!